お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら声声かけるゴールドナイトやっていきたいと思います。さあ、前ね、圧着言いかける声声ねやったと思うんですけど、まあそのゴールドナイトバージョンですね、まあ中身もちょっと変わってるんですけど、まあ、あのこのデッキね、普通にネタじゃなくマジでマルチ上位とかでも使われてますし、普通に強いデッキです。で、まあスケキンバージョンはね、今んとこ見当たらないな。そう、こやこやかけるスケキンはね、相性悪いのかわかんないんですけど、まあ、こやこやはね、意外と陸受けがね、まあ、親衛隊とかあるものの、やっぱコストが重いので、まあね、そうやって親衛隊とか出せないときに、ゴルナイの受けがね、優秀ですよねっていう。で、ゴルナイの突進のね、まあ、地味なダメージとか、小物系ですね。はい、スケルトン部隊とか、まあ、そういったね、カードも、このデッキからしたら苦しいので、まあ、そういうとこもゴルナイ刺さるのかなっていうので、今日はこちらでやっていきたいと思います。まあ、あとはですね、今、圧着衣がやっぱ流行ってるので、その圧着衣対策にライトニングがね、当たり前に入ってます。てか、もうライトしかほぼいません。そう、ライトばっかなので、だからこその、この、こやこやも行きますし、ファイブやないか、おい。なんでやねん。今この話しとんや。ライト誰や。ザッピーとかもね、行きますと、こやこやもだし、ザッピーも行けるので、なんか意外と環境には刺さってるよね。小屋小屋が。さあ、で、これはね、小屋置いていこう。で、ファイボのラムか。いや、これまだ珍しいんですけど、ライトニングのね、メガラムであったり、ペッカラムとかすごい流行ってるんですけど、ファイボ型のラムで圧着衣もいると、いや、ちょっとこれわかんないですね。さあ、どうしようかな。ライトニングって処理したいんですけど、いや、これでも美味しい。透明化型も溶けるですね。さあ、突進してもろって。よいしょ。さあ、まあまあまあ、スキルいらんかったですね、正直。まあ、本当にでも、基本的に小屋を置いていくだけですね。で、今回偶然ファイブなんですけど、まあ、環境的にね、ザッピー、オーブン、ゴブガが、まあ、その辺もね、強いですし、あとはライトニングね。まあ、これも圧着衣対策ですね。で、俺のドロタイ圧着衣ないよって方とか、まあ、別にファイブとかでもね、まあ、いいのかなと思うんですけど、まあ、なんか火力枠というか、まあ、突破する枠で、ライトニングね、あってもいいのかなと。思います。さあ、どうしようかな、これ。とりあえず、ザッピーとかから入っていって、インドなので、だからインドラって基本的にメガナイトラムに入ってくるんですよね。だから多分メガラムのファイバーなのかなっていう。いや、マジライトだったらもう余裕でしたけどね。そう。謎にファイボっていうのが、まあ、ちょっと嫌ですけど、まあ、ファイボだからこその、まあ、小屋もね、ちょっと残りますし、いいんじゃない？さあ、ライト打っていこう。あ、直にライトね。さあ、透明化ね、今ちょうど使ったので、1コスね、無駄にさせましたね。で、まあ、透明化してくるであろうタイミングとかで、ライトニングね、あ、直に打っていくっていうのもちょっと大事ですね。あ、直に出てからライト打とうじゃなくて、あ、もうワンテンポ待ってから打とうで、打った方が意外とね、相手のコスト無駄にできるんでね。さあ、言うの入りすぎだね。ファイボ、なんでファイボなんだよ。マジで。レアだよ。さあ、でも圧着に対しては親衛隊優秀なんでね。今相手もファイボ使ったサイクルなんで、圧着に直接親衛隊当てれば、まあ、結構悪くはないんじゃないか。さあ、インドがね、嫌だけどね。あとはインドが。さあ、相手もね、この分受けが多分、受けがしにくいんだろうね。さあ、で、これはホバをね、残してあげるようにしっかりタルババでやってあげて、で、この、まあ、あれですね。今、ファイブ使ったんで、ザッピーもいけるのと、あと、メーカーナイトの受けとかね、しっかりゴール内で、EU の方が突進してくるんでね。ちょっと突進系も使いながら。いや、今の突進で一回インドのさ、タゲがね、外れるのも熱いね。さあ、で、これはもうちょっと待ってから、親衛隊を置いたら、あ、待って。あ、ナイス。おー、ブラブラブラ。ね。今ちょっと、汗みたいな。いや、待って、これ、ラムの突進入りそうだね。これ、守った方がいいね。逆サイド、地味に小屋のね、小屋の削りが入ってるんで、いや、しかもファイス飛ぶ。やつ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 。さあ、このね。いやいよ。これだって、左、むしれないでしょ、相手。さあ、左、右に対応してきたんで、左ちょっとプレッシャー与えて、いや、これうざいよね。これ絶対うざいよね。え、これ無視したら、あ、ライト圏内ですね。さあ、ナイス。というわけで、まあ、これちょっと相手がファイアボーだったのはね、ちょっと嫌だったんですけど。まあ、言うて、ゴルナイがね、いい受けしてましたね。一回インドのリセット、タゲ外せるのもあれでかいですし、あれちょっと狙ってできるとね、もっといいかもね。さあ、子役はね、マジで、大会、公式大会とかもね、普通に使われて、もう子役ミラー対決してる試合とかもね、あったり、普通にもう子役がネタじゃない時代がね、今来てるんでね、さあ、まあ、とりあえず声を置いていきましょうか。で、タルババなんでね、もうなんかラム系の香りがすごいするんですけど、さあ、ボーラー、あー、ボーリーの子やー、ボーラーのタルだったら、ちょっと嫌ですね。バルーンがね、よくあるんですけど、ほんだけちょっと空が気持ち薄いんでね。
まあ、リックには優秀だよねっていう。さあ、ゴール内おじさん、突進させてもいいんだけど、どうしようか。まあ、これ、どうだろうな。なんか、ライドラってライトニングって処理してもいいんですけど、なんか、使わなくて、予想とか使わなくていい。いや、これは美味しい。さあ、圧着いい。ライドラ、ライトでやれたのはでかい。で、あとはまあ、おじさんな。小物には強いんですけどね。ランバーとかにはあんま活躍しないんでね。多分。え、どうだ、圧着入れくれ。多分バルーンだと思うっすね。ライドラと圧着になってんだろうね。多分インドラとかベビーの枠が多分変わったのかな。で、バルーンフリーズだった場合、やっぱザッピーが生きるのと、あとはね、これ、施設2個目でね、しっかり誘導してあげれば、まあ、ダメージ抑えられるんでね。さあ、まあ、小屋がなくなってしまうものの、まあまあまあ、耐えるの大事っすよね。さあ、これ爆弾入んねんじゃね？いや、入るんがいい。ザッピーゲーがまあできるんですけど、ボーラーですね。相手のボーラーをね、これどうなんか使わせて裁くかですね。なんで、適当にこう、新衛隊とかね、裂いちゃうと、こういう範囲攻撃相手にね、はい、裂いちゃうと美味しくいかれるんで、まあ、ボーラーとか、まあ、ウィザードとか、まあ、そういったカード、範囲系ね、新衛隊のメーターを持ってる相手には、まあ、出さないっていうのがね、まあ、大前提というか大事ですよね。さあ、これちょっとライトニング使わなくてもいいかなっていう思いのね、さあ、ザッピーで処理します。で、まあ、ボーラーと。まあ、一回オーブン置いて、ザッピーナイターンのね、バルーンも厄介ですよね。さあ、真ん中ら辺にこれ置いとった方がいいですね。そうすると、逆サイでこの釣ってきたやつをホバがね、防衛してくれるんで、真ん中目にユニットを出してあげるのは大事と。さあ、そして、まあ、ここ一旦ガムですね。今回はね、マジ粘り、粘り、粘り、粘粘でいきましょう。本当に多分ね、大ダメージ与えるっていうのがむずいんですよ。なんで、まあ、オーブンだね、こうやって。オーブンで勝ちましょう。で、まあ、これはライトちょっと打ってみます。このオーブンで、僕あと守るだけでね、勝っていきたいね。それで、まあ、小屋置いて、いや、まあ、高めザッピーワンチャンだったんだけど、フリーズ打たれた時に一発入っちゃうかなっていう。いや、めっちゃうまくね、その、石の使い方。やばいよね。まあ、これフリーズされてもさすがに入らない。いや、待って、やばいやばいやばい。それやばい。さあ、透明化来る。やばい、待って、これ、やばい、間に合った。危ねえ。さあ、圧着衣の透明化と、このボーラーの組み合わせがね、ちょっと嫌ですね。まあ、オーブン置いて、オーブンゲーなんでね。まあ、今のところ僕は多分オーブンでしかダメージ与えてないぐらいね、オーブンに頼ってます。で、ここちょっと一回ザピアで行ってからの、いや、フリーズ多分打ちにくいんだね、相手も。よし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 。いや、熱い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 。ここで一回抑えれて、あと小屋もね、あれライト。当たるね。いや、いいね。右だけも狙っていきましょう。さあ、で、ここにはライドラとかかな。いや、オーブン当たるな。避ける。避けたらねえか。避けたら強すぎる。で、これね、まじで小屋2個持っとくというか、常に場に置いとかないとバルーンでワンパンされちゃうんでね、まじで。それだけちょっと意識して、こう走ってオーブン延命した方がよかったかな。まあまあまあ。で、もう一回置いてね。こっちに来れば、なんならフリーズ来たらキング起動もできるんでね。オッケーオッケー。美味しい美味しい美味しい。何なら美味しくて。これちょっと行こう。行ってよくて、走ってもらって、ピュンピュン。初めてのスキル。いやー、これライト。いやー、待って、頑張れる。いやー、今惜しいね。いや、でもいい。ライトが、ぶっ刺さる。そして、オーブン置いて、ここでね、逆サイランブクロライトも、小屋小屋のね、そう、無理やりルート強制でいけるんで、よいしょ、無理やりルート強制して、まだね、フリーズ、ちょっと警戒しながらね、打ちにくそうな位置に、さ、置いてあげて、ここでね、相手がね、攻めフリーズしてきてるんで、ここは攻めてあげますね。カウンターです。で、あとはね、ボーラーね、やばいんでね。もう、ボーラーをやることだけ考えて、さあ、マッスル走ってこい。君ならいけるだろ。走りたいだろ。さあ、突進スキルもね、さあ、使ってあげる、ある程度の距離に入れば、突進と。で、突進ダメージ300ぐらいあるんで、意外とダメージ高いんですよね。そう。狙ってね、突進でタワーに向かわせるっていうのも、まあ、大事になってくる。さあ、ナイス。いや、こやこやいいね。なんか、圧着糸も合うし、ゴルナイトも合うって、なんか、どっかの万能デッキやでなっちゃうっすよね。いや、めっちゃいいな。さあ、これやばい。なんもなかった。痛いね。痛い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 。ゴルナイを事前にね、出してる状態だったら、多分スキル使えばね、完封できたと思うんですよ。そう、まあ、出してない状態だったんでね。あと、プリンはホバとかでね、やってあげたい。で、ギャング系はね、マジゴルナイ強いんですよ。これ見てください。ディン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 。いや、これがね、マジで強いの。だから、本当に、で、しかも、ホバがね、バカ刺さってる。しかも、ゴルナイこれ見て。これ、ミリで、髪、ね、ゴリゴリ振りながらね。あ、これ走って金起動する。いや、なんでせんのかい。
そう、なんか髪すげえ振りながらめっちゃ振るのよこれ。すごいダメージ受けちゃうから、なんかゴルナイなんかね、ミリ残りでマジで殴りますから気をつけた方がいいです。めっちゃダメージ受けちゃうんでね。さあ、なんか俺の目が悪かったですね。ゴブリンバレルの位置全然全然たる位置がね当たってなかったさ。さあ、で高めに行くとプリンとかでね、ボコされるんで低めに置いていくんですけど、まあ高めに置いてプリン誘ってホバでね処すっていう作戦もまあないこともないよね。さあ、まあそんなわけでさ、ゴルナイ来るね。いや、ゴルナイ相手めっちゃ使ってくるね。で俺もゴルナイ行こう。さあ、ゴルナイおじさん対決、あれはまあホバでやりたい。あー、でもこれはさ、ホバで来るだろうっていうところの延命をね処としたのかな。さあ、まあ小屋置いていきましょう。基本的に小屋を置いとけばまあなんとかなると思いますね。なんで小屋置かずにちょっとユニットで行こう行こうしだすと逆にピンチになってきたりするんで、まあしっかり小屋を置いて置いてから戦おうか。うん、置いてからがね僕の戦いスタートなので、あとライトニングっていうのは隠してるので、まあ最後ね、なんかこうテスラとプリンセスとか両方に打てそうな時に、まあライト打つとかもすごいありかな。で、まあ僕のマックスじゃ、まあロケ削りかな。ロケットで削られて、一生守られてまくるみたいな定位置ですね。あ、でもそこだけ気をつければみたいな。で、まあロケだと思うんで、ホバリング最強なんだね。さあ、右側めっちゃ入ってんだよな。小屋がバカ入っててさ、なんならライトニング圏内に近いぐらい。あ、これですね。ここ。オッケー。いや、めっちゃいいライト。めっちゃいいライト。ギリギリね。さあ、で、これ多分バレル組んで、ちょっと完封できるかやってみますね。突進します。さあ、突進スキル使わして、ドゥンドゥンドゥン。あ、突進でもなんか1体今、いかなかったっすね。ね、突進、なんか完封できて、おお、すんごいね、君。めっちゃ走るやんっていうぐらい今走ったね。うん、なんか完封できた気もしたんだけどな。今できなかったっすもんね。なんか、時と場合によるのかな。できないのかな。さあ、ゴルナイね。いや、マジ、ミリでめちゃくちゃ殴るんでね。タワーに届いてきたら意外と気をつけないといけないですね。高めで受ければタワーまでは走らないんですけど、そう、タワー付近ら辺でね、出しちゃうとちょっと危ないんでね、気をつけた方がいい。さあ、なんで、まあ、ゴルナイとかアチャクイも、対処の仕方が結構大事になってきますよね。ゴルナイに対して、このタワーの近い付近でね、ユニット出しても、スキルでね、ダメージすごい受けちゃうので、受けるなら、できるだけこう、真ん中の高めというかね、そう、真ん中寄りで行くと、まあ、そんな事故ることはないよねっていう。で、できるだけやっぱね、小物じゃなくて単体系で受けたいよね。小物系で受けちゃうとね、全然、もう餌になっちゃうんだね。イチゴスで全部やられちゃうって。悲しいんだよね。さあ、あれライト打ってきた圧着いいですね。まあ、あれもライト打ちたいですよね。僕は一旦な、俺ライト打っていいか。オープン置いてからライトでもよかったけど、ちょっと使いすぎるかなとか思って。さあ、頑張れ、黄色い髪のおじさん。いや、言うの、普通に倒しちゃうんだよね。そう、ステータス高いんだよ。で、オーブン置くか。いや、これ、オーブンこっち置いて、あー、やばいかな、これ。これ、メガラムライトだと思うんだけど、侵入隊出したら、止まんないんですよね、あれが。いやー、これは、一旦、天才的な防衛したい。さあ、ザッピー最強なんだよね。いや、まあ、でも、ライトニングディンディンディンされる可能性もあるので、一応警戒してね、ゴルナおじさん出してあげて。いいね。いや、オーブンがしかもね、頑張ってる。マジで。オーブンが頑張ってる。さっきからね、全部オーブンなの、俺の勝ち方。さあ、これライト打って。いや、これタワーと巻き込めたかな。まあ、ゴーストやれるってなるとでかくて、しかも相手これ受けないといけないんでね。さあ、走って。オーケー。オッケーか。まあ、いるのかなみたいなね。際どいラインもありますけど。さあ、いや、オーブンめっちゃ頑張るな。だってこれやばいよね、オーブン。200ぐらい入るんだよ。220ぐらい入ってんな。やばいよね。俺って多分何も届いてないよ、タワーに。オーブンが届いてるだけ。で、これ多分ユニット出してもライト打たれるんで、まあ、出さなくていいか。オッケーオッケー。さあ、小屋置いてね。やし、小屋のプレッシャーいくいな。俺守ってるだけだからね。しかも、ね、流行りのね、ライトニングを使ってることにより、もうザッピー最強だし、ゴルナイもね、メガナイトとかラムとかの受けにすごい優秀なので、さあ、もう死んでるとこ出してあげてね。いやマジこれで守れるからね。もう一面ぐらい来たら、アチャクイとマッコでライト打ってますね。美味しい。あー、なんで絶対入ってたやろって。で、まあこういうのもね、ちょっと余裕があればね、端前とか出してあげてね。いやー、これでもアチャクイしかいないんだ、対空がね。
よいしょ、体育圧着衣だけだからこそ、まあ無双するよね、ホバとかが。圧着衣が回ってきたと。で、今はね、圧着衣回ったんで、このターンにホバとかあったらまた強かったよね。さあ、小屋置いていって、まあ透明化来てもね、この小物系が頑張ってくれると。さあ、ライトニングね、打たれるけど、もう一回、おかわり！さあ、小屋おかわりしていこう。いやー、うぜえなー、これ。俺、されたらマジで。やだよな、こんな。ちょっと、小屋延命していきたいですね。あー、それ相手やっちゃったねー、あなた。あち、それやっちゃったね、もしかして。我が見逃さないよ。さあ、まあ、メガエンドル踏まれる？あ、これ突進してターンにダメージ稼げるですね。さあ、こういうところはね、しっかりダメージ稼いでいきましょう。いやー、で、あとは、もうほんと、小屋置いとけば、相手が多分、ね、お亡くなりになると思うので、で、ホバリング高めね。いや、これ一瞬うざいな、この高めホバ。で、ライト打ちてえな。なんならゴルナイ出してあげて、相手スキル使う。いや、スキル使ったことによって、ホバが入る。おい、謎に走っていったね、黄色おじさん。さあ、ナイス。まあ、マジ防衛用なんですけど、なんかダメージ入ればラッキーっていうかね、ダメージ通せそうだなと思ったらスキル使うとか、この系来たらスキル使うぐらいで、ほんとはもう基本防衛メインでね、たまに攻めれば活躍してくれるっていう、結構なんかね、状況次第ではね、すごい活躍しますよね。そう、いいね。ゴルナイなんか最近ちょっと僕ハマってるんですよね、マジ。圧着衣しか興味なかったんだけど、なんかゴルナイ、あれ使えば使うほどさ、意外と強いじゃんっていうね。しかもまた来ましたよ、皆さん。環境はね、ライトニングなんですよ。まあ、ライトニングじゃないで切って、本当にほぼないぐらい今、ライトなんですけど、まあ、だからこそのね、この小屋小屋と、ザッピーのね、無双ぶりがやばいですからね。さあ、これ、舞台になんないとしいな、ほば。毒ガス早く溶けろ。いや、熱っ！めっちゃいいです。すべてがなんか、神だったな、今。あえてウッド外してファイスピー切ってホバがねめっちゃ殴ってた。さあ、でウッドだったからな、なんだろうな、ライトニングのデリーの、あー、ロイホグかな、ライトニングロイホグ、あー、そうですね、檻の圧着衣だったと思います。そんなデッキはなりましたね。あー、とりあえず小屋置いて、まあロイホグのダメージどんだけ抑えれるかって話っすよね。相手もなんかもうライトニング削りできてるので、まあなんか僕も無理せずそのスペル削り対決にね付き合ってあげればいいのかなっていう。まあでもマザネクかな、俺が単純に嫌なのはマザネクっすね。あっちゃけまだ出てきてないんだけど、でもライトニング嫌なのかな。まあライト使ったターンなのでホバは無双するよね。これ橋橋支援隊行ってもいい気がするけどな。でも圧着衣にライト打つコストがないので、普通にまあ我慢して行ってからの圧着できたら即ライト。いやこれですね。いやしかもね、いや入らないか、いやこれ入ってほしかったな。さあ、まあライト削り対決かな。あとはもう相手のローフグのダメージを抑えれるかどうかなので、まあ意外となんか豚の受けはねこれだけちょっと渋いですけど、まあ小屋置いてザッピー出していこう。一回これザッピーからいこうかな。というのも毎回今ライトニング打たれてるサイクルだったんで、よいしょ。ザッピーから行くとちょっとうざいのかなとか思ったんだけど。いやー、ライトニングっていうか、豚がね、めっちゃ削るね。さあ、で、マザネクが来んのか何が来んのかって話なんですけど。さあ、ちょっと行っちゃおうか。ライトニング打たれしね。マザネクも嫌だしな。いろいろ嫌だよね。これでも相手で圧着衣出さなきゃ多分止まんないんで、圧着衣来た瞬間に即ライトっすね。いや、これだって、ホバやばいよね。あー、そっか、デリがあんのか。まあこれ打っていいね、端前。そうそうそう。まあ、あとはこの、しっかり僕はね、なんかあんまり小屋とか変に置かずに行きたいよな、ぶっちゃけ。いや、このマザネクやばいね。マザネクやばいね。圧着にライトしてんだけど。マザネクやばい。さあ、相手もね、ライトニング削りですね。まあライト削りはしっかりユニット固めて、まあ固めない方がいいか、これ。もしかしてデリバリーあるんで、逆サイパターンもちょっと狙っていこうか。ね。これさ、ちょっとうざいんじゃないっていう話。まあ、マザネク来てもライト打っていいね。これ、まあ、デリとかっちゅうかな。さあ、ちょっと走って。いや、なんで？ん？逆に？え？ちょっと待って。逆に？え？マジかよ。黄色打つと、逆サイっちゃった。マジ？ちょっと待って。これは、相手もびっくり。俺もびっくり。え？すごいね。
活動域広すぎるね、あれ。やばいね。これ、なんか怖いね、こんなの来たら。いや、ちょっと待って、マジ最後、ほんとびっくりしたんすけど、ね、なんかやっぱユニット、ユーノぐらい飛んでいくんで、ユーノよりもなんなら飛んでいくんで、まああれを狙うのはまあ難しいですけど、まあああいう事故で逆に勝ったり負けたりとかも多分あると思うので、皆さんちょっとね、それはね、お気をつけて、ゴール内でも可能するしかない。多分なんなら強いと思うので、なんならめちゃくちゃ強いので、ぜひね、皆さんこちらね、こやこやゴール内で使ってみてください。環境の圧縮をね、ボコボコにしましょう。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。